三島一騎は、横浜 DNA ベイスターズに所属する、福岡県福岡市西区出身のプロ野球選手、宇藤良田。ジップは、福岡大大堀高校公式野球部の首相として、甲子園球場の全国大会へ出場した経験を、持つが、野球を強制しない方針で一期を育てていたため、福岡市立千寺小学校6年生の時に、少年野球チームで野球を始めるまでは、 サッカーチームでボランチを務めていた。福岡市立元岡中学校時代には、軟式野球部に所属。二類種や三類種をこなす控え投手であったが、対外試合で支給を連発していたため、持ち前の強権を買われて保守へ転校した。市立の強豪校でのプレーを目指したが、小柄な体格であったことから、前述した経験を持つジップの助言で、福岡工業高校へ進学。 一年時の秋から投手へ専念すると、二年時の春から AS の座を掴んだ。三年春の九州大会では、通算投球イニング34回で50、脱三振を記録するほどの高騰で、チームを初優勝に導いた。ただし、ジップと違って、在学中は甲子園球場の土を踏めなかった。当時の同級生に、中島拓也がいる。高校からの卒業後に、 法政大学へ進学すると、東京六大学野球のリーグ戦で一年次の春季からクローザーに起用。通算5試合で3勝、9奪三振、無失点を記録する活躍で、チームの完全優勝に大きく貢献した。この優勝を受けて臨んだ、第59回全日本大学野球選手権大会では、日本文理大学との準決勝で先発に抜擢されたほか、 先輩の三上和と三上智成などの活躍もあって優勝を経験している。一年次の秋からは休園に専念。二年春にはオール休園で8試合に登板したほかリーグの最終規定投球回に到達。通算投球イニング23回で自責点を1にとどめたことから防御率0.39で最優秀防御率のタイトルを獲得した。二年秋には 鏡木昇のボルに次ぐ先発投手として、三勝とリーグ5位の防御率2.20をマーク。エースとして期待された3年春には、成績がやや振るわず、リーグ戦の終盤には、9円や三上に次ぐ先発で起用された。3年秋に9円へ、再び専念すると、チームの監督だった、金光沖に率いる大学日本代表候補に選出。 世界選手権の強化合宿にも参加した。エースに定着した4年春には、慶応大学との開幕戦で、延長10回を12奪三振1失点と、高騰した後に、1年秋の東京大学戦と、2年春の立教大学戦で被安打4の1失点、関東勝利を挙げた。明治大学戦で6回を投げた後に、翌々日の試合までの3連投を経て、 十4日で、早稲田大学戦に登板したところ、右ヒーちの違和感を訴えて4回1、3で降板。結局、前述した一勝だけで、春季リーグ戦を終えた。最後のシーズンであった4年の秋季リーグ戦では、東急イニング40回1、3で最優秀防御率、最多勝利、ベストナインのタイトルを独占するほどの活躍で、エースとしてチームの優勝に貢献。 優勝がかかった明治大学との最終戦では前の試合で9回を完投したにもかかわず自身の志願による先発登板で2試合連続の完投勝利を達成している。在学中にはリーグ戦で通算54試合に登板。投手として13勝8敗、202奪三振、防御率1.71、打者として打率、206、打点6を記録している。 2012年の NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから2巡目で指名。契約金8000万円、年俸1200万円という条件で入団した。背番号は17。なお、ドラフト会議直後の11月に開かれた明治神宮野球大会では2回戦で三重中京大学相手に16三振を奪って完封勝利を収めた。 準決勝の富士大学戦では8回から9円で当番無安打に抑えるとチームも延長10回のタイブレイクで勝利した。東院横浜大学との決勝では6回3安打1失点と高騰したが味方打線が得点できなかったため準優勝に終わった。2013年4月21日横浜スタジアムにて2013年開幕から 中継ぎ要員として一軍に帯同。5月から先発ローテーションに定着すると、6月2日の対北海道日本ハムファイターズ戦でプロ初勝利を挙げた。その後もローテーションを守り、オールスターゲームにはセントラルリーグの監督推薦選手として初出場を果たした。DNA の新人選手によるオールスターゲームへの出場は、全身球団を含めても、 1974年の山下大輔以来39年ぶりであった。レギュラーシーズンでは2軍生活を一度も経験しないまま1軍公式戦を6勝9敗で終えた。シーズン通算の脱三振率は8.92でセリーグの規定投球回に達したピッチャーでは最高に当たる。脱三振数も同リーグの新人投手では 菅野智之の155個に次ぐ145個を記録。7試合に登板した対阪神タイガー,アース戦では、プロ初完投、初完封勝利を含む2勝、防御率0.91と高騰した。その一方で、吉久率はリーグ規定投球回到達投手のワースト、非本塁打はワースト2位であった。シーズン終了後の11月には、 チームメイトの梶谷高行、い、おさめ正一と共に台湾でも様された2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北に日本代表として出場。代表での初登板になった11月10日の最終戦では先発投手として台湾打線を4イニング無失点に抑えた。2014年入団2年目にして 一軍公式戦の開幕投手に抜擢されたが、東京ヤクルトスワローズとのセリーグ開幕戦では、大学の一年後輩の西浦忠徹に本塁打を浴びるなど、一回裏だけで7失点。結局、二回9失点で敗戦投手になった。その後も、4月25日の阪神戦で3回途中までに6点を失って、シーズン2敗目を記録するなど、 先発登板で序盤に大量失点を喫することが続き、1軍に帯同したまま中継ぎに配置転換。しかし、5月8日の読売ジャイアンツ戦で2本塁打を浴びて3失点を喫し、プロ入り後初めて出場選手登録を抹消された。登録抹消後は、先発要員への復帰を目指して2軍で調整。 DNA の公式戦141試合目であった10月3日の対巨人戦で先発投手として一軍に復帰すると5回3失点ながらこの年のセパリオリーグの開幕投手では最も遅いシーズン初勝利を挙げた結局一軍公式戦では8試合の登板で1勝2敗防御率10.88に終わった2015年2年連続の開幕投手起用は ならなかったものの、開幕から一軍の先発ローテーションに定着。24歳最後の日であった5月6日の対、ヤクルト戦までに3勝を挙げた。しかし、6月中旬からおよそ2ヶ月にわたって二軍で調整。8月中旬から一軍の先発ローテーションへ、復帰したものの、一軍公式戦での勝ち星は5勝にとどまった。二千十六年、入団以来初めて、 レギュラーシーズンの開幕を2軍で迎えた。8月31日の対広島東洋カープ戦に先発投手としてシーズン初の1軍マウンドを経験すると9月7日の対ヤクルト戦で1軍でのシーズン唯一の勝利を挙げた。イースタンリーグ公式戦では18試合の登板でリーグの規定投球回へ到達しリーグ3位の勝利数と防御率をマーク。チームが レギュラーシーズン2位で初めて臨んだクライマックスシリーズでは10月13日に広島とのファイナルステージ第2戦で先発に抜擢されたが4回、2、三を2失点という内容で敗戦投手になった2017年前年に続いてレギュラーシーズンを2軍でスタート6月8日のタイト北楽天ゴールデンイーグルス戦で先発投手として1軍公式戦での シーズン初登板を果たした。しかし、モテギエイゴロウに初回戦闘打者本塁打を浴びるなど5回8失点の乱調で降板。翌6月9日に出場選手登録を抹消されると2軍で中継ぎ要員に転向した。7月25日の大半新戦から1軍公式戦15試合に9円で登板。9月9日の同カード12回裏に 鳥谷隆から一軍公式戦、通算2001アンダをサヨナラアンダで記録されるなど、先発でも救援でも、精裁を欠き、プロ入り後初めて一軍で勝ち星を挙げられずに、レギュラーシーズンを終えた。チームのレギュラーシーズン3位によって2年連続で、迎えたポストシーズンでは、広島との CS ファイナルステージ第5戦で、 先発の石田健大が1回裏に2点を先制されると2回裏からの9円投板し2インニングを無失点に抑えた。チームは三島の投板中に逆転すると9から3というスコアで対象したことによってセリーグ優勝の1998年以来19年振りの日本シリーズ進出を決定。三島自身もこの年の CS 唯一の投板ながら 前年の CS と同じ松田スタジアムのマウンドで、広島から2年越しの白星を挙げた。2018年、入団後初めて、フルシーズン1軍に帯同。9援1000人で、ワンポイントリリーフ、ロングリリーフ、セットアッパー、ビハインドの展開からの敗戦処理といった多彩な起用によって、1軍公式戦60試合に登板し、あずまたに次いで、チーム2位の7勝をマーク。 救援当番だけでの7勝は中尾明、近藤和樹と並んでリーグ最多であった。入団以来一軍公式戦で記録していなかった小石球についてもこの年から NPB に導入された申告敬遠を監督のアレックス・ラミレスが積極的に用いたことからセリーグ最多の7個を記録した。2019年前年に続いて救援仙人で フルシーズン1軍に帯同。シーズン序盤は、阪神打線との相性が悪く、5月3日からの3、連戦では、3日の第1戦で、大山祐介から、サヨナラ安打、5日の第3戦で、福留光介にサヨナラ本塁打を浴びた。セットアッパーのスペンサー・パットンが負傷で戦線を、離脱した7月以降は、パットンに代わる、右のセットアッパーとして、 国吉勇気と共に奮闘。チームのレギュラーシーズン2位確定と CS 進出に大きく貢献した。レギュラーシーズンの一軍公式戦では、チームメイトのエドウィン・エスコバーに次いで、セリーグ2位、自己最多の71試合に登板。防御率4.33ながら5勝4敗、自己最多の23ホールドを記録した。2020年、レギュラーシーズンの開幕当初は、 セットアッパーを任されていたが、クローザーの山崎康明に、救援の失敗が相次いだ7月下旬から、山崎と役割を入れ替える格好で、クローザーへ転校。転校後最初に登板した同月29日の対巨人戦で、一軍公式戦初セーブを挙げた。その後も好投を続け、転校後の成績は33試合34回を投げて、 3勝0敗18セーブ、防御率1.59と安定感抜群の成績を残し、課題であった、制球力も47回に、3で13四球と改善した。ノーワインドアップから、インステップ気味に踏み込むスリークオーターから、キレの良い最速時速 156km のストレートを投げ込むことが特徴。横方向に鋭く曲がる、時速 130km 台のスライダー。 縦方向の落差が大きい時速 120km 台のスライダー、カーブ、フォークボール、DNA 入団後の2015年から投げ始めたチェンジアップといった変化球も織り混ぜる。ストレートの急速については福岡工業高校2年時の秋の時点で最速時速 139km だった。週1回の加圧式トレーニングと 毎日3時間の砂浜ランニングで下半身を鍛え上げた結果、3年春の九州大会、準決勝で時速1 4 7トルをマーク。法政大学1年時の東京6、大学春季リーグ戦では、開幕カードの立教大学3回戦9回に、リーグ戦初登板を果たしたばかりか、同球場の公式戦では、 当時の最速体記録に相当する時速 154km をストレートで計測した。1年秋の東京大学戦と2年春の立教大学戦で東京6大学野球リーグ戦の最速記録を達成。4年時の春季リーグ戦で右肘を痛めたものの、東急時の左足の使い方を変えたことによってためが生まれたため、秋のオープン戦で、 時速1 4 9キロメートルを計測するまでに球速を回復させた。DNA で中継ぎに専念している2018年以降は主にストレートとスライダーで勝負しているため2019年の契約公開では落ちる系の新しい球種を覚えたいという抱負を述べている。打者としては小学6年生で野球を始めて以来のスイッチヒッター。 厚生大学時代には、主戦投手として活躍しながら、東京六大学野球のリーグ戦で左、右の両打席から長打を放った経験を持つ。プロ入り後も、宇藤両打で登録している。ありがとうございます。